装というのは、あの映画のこのグレース・ケリーのドレスを、そうです、あのニコール・キッドマンが着用した、劇中で着用した衣装を意識して、まさにこの、あのパネルの写真を意識して、今日はこのドレスをあの選ばせていただきました。そしてあのすごくアクセサリー、ジュエリーも、ね、綺麗ですよね。このジュエリー、こちらのバンクリフ&アープルスのジュエリーで、グレース・ケリーも生前愛用されてたということなんですよ。でネックレス、髪飾り、イヤリングで、すいませんね、ちょっと下世話な話なんですが、719個のダイヤが使用されておりまして、総額が1億円を超えてるんですって。もう一方、本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。美容アドバイザーの佐伯千鶴さんです。今日のダンさんいかがですか。もう綺麗、もう私も本当にこういうあのレイちゃんが大好きで、ぴったりでしょ。なんか本当に映画の中から飛び出してきたっていう感じで、もう本当素敵です。ありがとうございます。もう素晴らしい。お二人がこのモナコ・コーヒー、グレース・ケリーのように愛とキャリア、まあ、仕事を続けてますので、もしかしたら似たような状況、違いども感情的にあるかもしれない時ってやってくるじゃないですか。同じように愛とキャリアの間でこう決断を迫られるっていう状況にお二人がなったとします。そうしましたらお二人はどう対処されますか。そうですね、家族を取りますね、愛を取りますね。私が今こうしてずっと宝塚時代からあの仕事を続けて頑張ってこられるのは、やはり家族の支えであったり周りの支えであったりするので、やはりそういうことは考えて選択するようにはしてますね。アクセサリーの方もすごいですね。本当にあの落としはしないかとちょっとあのお辞儀をするたびにちょっとドキドキしながらあの身につけてるんですけど、やっぱりこの輝きが違いますね、うん、光に当たった時の輝きの美しさはやっぱり本物ならではというか、うん、やっぱ1億円分の重みっていうのはあります。もう何でしょう、このまま走って逃げたいぐらいなんですけど。ダンさんといえば、うん、はい、プリンス及川さんの奥様ですけど。プリンス、ありがとうございます。ご家庭はどうですか。はい、ご家庭は、はい、日々楽しく平和に、うん、過ごしてます。モナコの奥義のように扱っていただいてますか。モナコの奥義のように。そうですね、あのはい、あのモナコの奥義までのは いかないですけれども、とてもあの女性を大事にしてくれる方なので、はい、大事にはしていただいております。あの10日後24日になんでしょうか、はい、あの及川さんの誕生日ですけども、そうですね、あのプリンスを得たも一つ年を重ねますね、はい、なんかこうよく予定あるんですか。そういう、あの私としてはいろいろは考えてるんですけれども、あの主人の予定の方が撮影撮影でちょっと忙しいので、なんかその日はそんなお祝いはできないかなと思いつつ、でもちょっと考えます。及川さん、多分楽しみにしていると思います。そうです、覚えてますかね。サプライズとかも考えて、サプライズ、いつもサプライズはしたいなと思ってるんですけどね、うん、今日はあの教会での、はい、こんな素敵なドレス姿ってことですけれども、はい、結婚式のご予定とかは。結婚式のご予定、そうですね。